黒人です。あ、今日黒人か。はい、黒人だよな。今日はですね、髪も青く染めましてですね、バッチシメイクもさせてもらって、今日は河川チームのために一生懸命頑張ります。みんなも応援よろしくお願いします。頑張るぞ。皆さん本当にありがとうございました。
ラも見てね。ゲーム大会初日終わりました。お疲れ様です。いや疲れたね。あのみんなあの見てくれてたかな。あの一応俺入場だけじゃなくてちゃんとゲームやってたからね。あの全然映んなかったけどちゃんとゲームやってたからね、うん、盛り上げは盛り上げやってましたから、ええ、ただねやっぱみんなが他のみんなが活躍してくれたの嬉しかったね。こうなんかまあ言うて僕試合あの明日じゃないですか。求められたのはだから今日はすごくこうサポートに回って、明日は多分まあ選手として、ね、頑張れると思いますので、また変わらぬ声援をお願いしたいのと、あとまた感想かな。今日のパブ G の感想なんだけど、ケースやばい。あのねピシッと締まるね。こう一本パシッと。ケースさん、ケースさんどこ来ます。ケースさんどこ、みんなケースだから、みんなケース。あの人聖徳太子みたいなやつだから。で、あ、それはいいです。あ、僕持ってます。あ、ここ行きましょう。で、その間にだいたいその話す間に2キロぐらい取ってポンポンつっておおっつって2段ぐらい取ってバケモンだなと思って、で、あ、こっちがいるんだよつって言って、マップ出てたか分かんないけど、あの人一人だけ山上一人に行くのよ。で、俺は違うところに行く。まあ、高度が俺ら遅いっていうのもあるんだけど、違う角度のその車線を作ってくれてて、カバーできますみたいな、はぁーみたいな。すっきり乱戦でも情報が、これより下は絶対して敵いるんでとかマップに全部書いてくれるんですね。で、こちらの路線で行きましょう、こちらの路線で、で、これ以上行かないでくださいとか全部、すごいやっぱプロゲーマーちゃうなと思った、ね、もうだからそれが今回は。で、その中で布団ちゃんも第二の頭脳になってて、やっぱり4000時間伊達じゃないんで布団ちゃんもやってくれててみたいな。で、俺らもほんとついていくだけっていう感じでやってて、本当にね、なんかね楽しかったね。ジュリーのやっぱゲームするのはやっぱいいね。正直初めて今日ケイさんと会ったけど全然違った。なんか喋りすぎだな、疲れたな動画にすんだな、ツイッターだけだな、ごめん。あの明日もてか明日本番なんでマジでみんな見てくれ。あの俺が嫌いなあの JP 戦1週間またタイで2週間やっただろう。あれからもずっと裏でやってたんだ俺、川野と立ちかと。マジでその集大成見せるから明日期待して待っててくれ。じゃあまた明日。